はい、皆さんこんにちは、ワンダーリーグリフィッシュです。では今回はザン3スピリッツ、続きをやっていきたいと思います。前回1550年から始めてですね、信長で一度滅びタイムリープ死というのを行ってきたんですけども、今回はその続きで今1555年まで進めています。で、1年が春夏秋冬と4つのフェーズに分かれていて、4回コマンドが入れられるという内容です。で、今回はですね、まずちょっと見ていただきたいのが、これ信長のいる名古屋城ですね。これ式が42、兵室40出てると思うんですけど、とにかくこのザン3スピリッツ、式、兵室がむちゃくちゃ重要です。変な話、式が高くて兵室が高い、軍団にはダメージが全く入らない。一方、どんだけ兵数がいても、この士気40に兵質がむちゃくちゃ低いっていう状態だと、もうボロボロ兵が削られていきます。で、今そういった説明をした上で、この信長見ていただきたいんですけども、兵数がまず200。士気が42。兵質40。で、隣、三河。ここを見ると、士気が70。兵質が70。ただし、兵数は60なんですね。なので、兵数で言うと、信長の方が3倍以上。で、士気と兵質は逆に、三河、後の家康のいるこの松平元康の方が倍。じゃあ、これで戦ったらどうなるかというと、完敗しました。なので、まともに、尾張の弱兵で他国に攻め入っても、勝ち目がないというのがよくわかりました。これは何も、元康、三河に限ったことではなくて、道山のいる美濃。ここもですね、士気が今70から削られて57になってますけど、それでも兵質は60。さらに兵数も多い。こんなところに勝ち目がない。なので、ちょっとゲームの、進め方というか考え方というか、そういうものを改める必要があるなと思ってまして、ちなみにですね、尾張は収入が高い、つまりお金が入っていきやすい反面、兵質だったり士気だったりってものがあまり高くない。弱兵が、雇える場所ということになっているのが、ゲームの仕様のようです。じゃあそれを踏まえた上でどう生き残ってどう勢力を拡大していくかなんですけども、まず外交政策で、近隣の強国、美濃、斎藤家、ここには和睦を毎回入れます。なぜ毎回と言ったかというと、毎回破棄されます。なので、毎回和睦の交渉をします。これは同じ、お隣、本願寺にも行います。ちなみにですね、本願寺が今や7カ国、斎藤、美濃の道山が3カ国の大衆になっています。信長はね、相変わらずこういう状態です。で、土地の開墾と、商業の投資。これで国力を強化しておく。で、お金を貯めてどうするかというと、飛び道具、鉄砲ですね。鉄砲であれば、仮に強い敵であっても確実に削れるので、今、斎藤と織田、今本願寺と織田が国交断絶って言ってくるように、和睦するんですけど、すぐに切られます。で、かつ城はかなり強固で、そう簡単には落ちないので、とにかく敵に攻められたら城にこもる。で、お金を貯めて鉄砲を20丁ぐらい貯める。これをやって、なんとかですね、勢力拡大のための突破口にしていきたいというふうに思ってます。では、基本的には内政をやってお金を貯めて鉄砲を買うっていう、この繰り返しをね、ちょっとやっていきたいと思います。はい。では、あれから2年の時を経ました。1557年冬。斎藤本願寺という大国の前にですね、信長は、和睦を申し入れては破棄され、和睦を申し入れては破棄され、というね、外交上の屈辱を味わいながらも、ひたすらに内政、お金を貯め、鉄砲を買い、この時を待っていました。ついにここから行動を起こしていきます。とはいえですね、強国の斎藤、本願寺、
とことを構えるのは土台無理な話なので、まず信長の置かれている状況を見ると、まあお金は入ってきます。鉄砲も買いました。ただし弱兵です。尾張で雇えるのはとにかく士気の低い、兵質の低い兵しか雇えない。まあ、これで強国と渡り合うのは難しいでしょう。で、周りを見渡すとですね、まあ、強国の一つ稲葉山、まあ、ここは士気も高く兵質も高い、そして道山率いる美濃の斎藤、まあ、こことねやり合うのはしんどいよねと。さらに厄介なのが本願寺、士気も高く兵質も尾張よりもいい超大国と言っていい本願寺のことを構えるなっていうのはもってのほかです。じゃあどういうふうにしてこの後生き延びて勢力を拡大していくかというと、ターゲットを家康、現松平元康にターゲットを絞ります。ここは兵質士気ともに最高レベルに高い三河武士が雇える場所なんですが、兵数が60と少ないんですね。なので金が取れる尾張で鉄砲を買い、兵質の高い三河で兵を雇う。そうすれば大国にも渡り合える軍が作れるんじゃないかなというふうに想定してですね、この岡崎攻め込んでみたいと思います。ただ岡崎は今お話したように士気も高く兵質も高い武将、武士、兵揃ってるので、ここはひたすらに金を貯めて買い進めてきた鉄砲、ちょっとね20は買えなかったです。17買いました。1個買うのに250円、1人兵を雇うのに10円って考えると250円1個買うのにかかる鉄砲、この1個の価値、1丁の価値というのがむちゃくちゃ高いと思います。その鉄砲を使ってですね、今回は岡崎に進攻していきましょう。では早速軍を編成していきます。まず信長もちろん出ます。であとはですね、秀吉、勝家、利家、あとですね、秀隆、川尻秀隆ですね。そして秀長がですね、新しく、家臣団に入ってくれましたので、この秀長を入れていきます。まあ川尻秀隆もね、結構能力高いんですよね。まあ、川尻秀隆は甲斐信長が侵攻した後ね、代官的なポジションだったと思うんですけど、信長が本能寺の変で撃たれた後総崩れしてしまって、そこでね、討ち取られてしまった武将だったかなと思います。もし間違ってたらごめんなさい、もううる声になってしまってるんで、訂正のコメントを出してください。で、兵はマックス兵力の200、そして鉄砲もマックスの17で攻め込んでいきます。では信長の兵200、これを三河岡崎城へ進行します。で、これのゲームはですね、まあゲーム、このゲームとは言えないですね。信長が撃たれるとその時点で終了です。なので兵の割り振りは信長を厚めにはしておきます。まあ、ただ信長は鉄砲を使ってですね、ひたすら家康を狙撃して撃ち取るということをやっていくので、信長の兵はね、そこまで気にしなくていいかなとは思うんですけど、とはいえ信長がやられるとその時点で終了してしまうので、まあ、そうならないように信長は厚めにします。で、先ほどお話した通りですね、尾張の弱兵では三河武士にはダメージは全く通らないので、もう人は石垣じゃないですけど、とにかく信長が鉄砲で狙撃して家康を削ってる間、ひたすら彼らには盾になってもらうと、まあ、そういう運用になります。ではまずは全体突撃で前へと出ていきましょう。で、この霧が出ている状態だと鉄砲が使えないんじゃないかな。雨だと確実に鉄砲が使えないので、一度前進したらですね、霧が晴れるのを待ちましょう。その間、人の石垣、人の盾で肉壁となってもらい待ちます。
信長を少し下げます。で、残りは、全員待機。信長がね、後ろ向いて待機してるのがちょっと気に入らないんですよね。敵は確実に向こうからやってくる。よし、鉄砲が撃てるようになったな。では、少しずつ前へと進軍していきましょう。まずは信長。鉄砲は、立ち止まって撃たなきゃいけないので、このターンでは鉄砲が使えないということになります。次のターンから飛び道具で鉄砲が撃てるようになる。まずは家康の位置を明らかにしないといけないからな。その過程で、信長が削られるのは最小限にしたい。よって信長の周りには、兵を配置しておきます。いたな、家康。大将ってついてるのが家康ですね。ゼロなんですよ。これこれから全部ゼロ更新になると思うんですけど、我々の反撃が一方的に撃たれるだけなんですね。これではね、勝てないですよ。だからこの仕打ちはなかなかにひどいなぁとは思いますけどね、さすがに。ことごとくゼロですからね。ただし、鉄砲の前ではその、つわもの揃いの三河武士といえども、ダメージを与えることができる。6。で、家康の兵力は9なので、あと2回耐えれば、なんとかなる。まあそういうことですね。信長を絶対に守りたいので、信長を守る、そのための、布陣に変えていきます。で、攻撃をしてもどうせゼロなので、全員待機。兵力を温存する。攻撃をして相手にゼロなのに、その反撃でダメージを受けるだけなので、待機。ただし、我々の鉄砲の前に、三河武士といえども、ダメージを与えることができる。ここまで苦難を耐えましたからね。よし、7削った。あと2だな。ただし、2もダメージを与えることが、鉄砲を持ってない人はできないので、ここは全員待機。お！家康を取った。これなんで家康にダメージを与えられたかというと、鉄砲で攻撃して家康の士気を削ったからですね。よし。こんな感じですね。元康を討ち取り、まあ家康ですね。討ち取り、三河を奪取した。という感じでね、この苦難の時を乗り越え、二カ国持ちの信長になりましたので、次回はですね、どうしようかな。まだ身の攻めは早い。本願寺とことを構えたくないということで、同じく、まあ、弱兵揃いの、まあ、弱兵は弱兵同士というわけじゃないんですが、まず、遠江の今川。駿河、遠江の今川をね、攻略していきましょう。駿府は士気60か、それなりだな。今ですね、実は美濃が本願寺に削られて結構しんどいことになってるんですよね。なので兵を返してこの美濃を攻めるというのも選択肢としてはありだよね。兵数10しかないからね。であれば道山を討ち、三河を続いて美濃を取って、本願寺とは一旦ね、和睦を繰り返しながら、三カ国の大使となった後に今川を攻略して五カ国を取る。その後、本願寺と対峙するっていう作戦でいこうかな。はい。ではね、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、今お話した身の攻めを行っていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。